桂木陽子、旧姓、富沢、1930年4月6日から2007年3月は、昭和中期に活動した女優。SKD 時代東京市四谷区に、家具屋の娘として生まれる。1946年に、東京都立麹町女子商業学校を卒業し、小畜歌劇団に、戦後の二期生として入団する。同期に、ちぐさかほるなどがいる。 1948年、黒沢明脚本の肖像を準備中の木下圭介監督の目に留まり、この作品で映画デビューする。続いて、同監督の破壊に出演したのを機に、歌劇団を退団し、小竹に入社する。その後、木下監督の作品に次々と出演するかたわら、1950年に三つの結婚に初主演するなど、 甘え美貌で人気を集めた。1953年に作曲家の真柚恵と郎と結婚し、以降は家庭を優先して徐々に出演本数を減らし、1963年の日活、岡は花盛りを最後に引退した。2007年3月に死去した。万76歳没。打つ。葬儀は近親者で済ませ、翌月に公表した。 死亡日や死因などの詳細は遺族の意向で伏せられた。なお、夫のまゆずみとしろうは1997年4月に亡くなっている。長男まゆずみりんだろうは日本放送協会のドラマ演出家で映画監督もしている。ありがとうございます。